ピーコデラミランドラ序盤にピーコデラミランドラはイタリアルネサンス期の哲学者、人文学者である。人間の尊厳を主張したとされてきたが、近年ではピーコの用いる尊厳の語には序列という意味もあり、今日でいう尊厳の意味はなかったとも言われている。ともあれ、ピーコにとって人間とは何にでもなれる変幻自在のカメレオンのごとき、ものであった。なお、 ピーコテラ・ミランドラとは、ミランドラ出身のピーコという通称であり、名字はピーコである。北、イタリア・ミランドラの領主、ピーコ家に生まれる。ボローニャ大学で法律を、パドバ大学で教会法を学んだの各地で研鑽を積み、フィレンツェへ行き、哲学者として巧妙なマルシリオフィチーノと接した。若くして、才能を発揮し、プラトンをギリシャ語で、 旧約聖書をヘブライ語で読んだ。白色で弁が立ち、メディチ家のプラトンアカデミーの中心的な人物の一人になった。人間は小さな宇宙であり、その中には元素から動植物、理性、神の二姿に至るまでが含まれると考え、人間が動物と異なるのは自由意志によって何者にもなることができる点だとして人間の尊厳を主張した。 1486年、ローマで哲学、進学の討論会を企画し、討論会のために書いた原稿が、人間の尊厳について、で、ピーコの主張である。ただしこの題名は、ピーコ自身の命名ではない。この討論会では、生態変化などについての議論も予定しており、ローマ教皇インノケンティウス8世から、異端の疑いをかけられ、討論会は中止。 ピーコも逃亡後、捕らえられてしまうが、メディチ家のロレンツォ・デ・メディチの努力により釈放され、フィレンツェに戻る。ジローラもサボナローラとも親交があった。31歳で死去。フィチーノと同様、近年は異教的な神秘主義の側面が注目されている。自然を支配する豪としての魔術を信じていたが、先生術については、 人間の運命が定められているというのは人間の自由意志に反するとして反対するようになり、死、フィチーノの説を批判した反先生実論を執筆している。またヒユダヤ人としては初めてカバラを極めたとされる。オペラオムニア1601ありがとうございます。